お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちら30日でホグライドを極める企画14日目やっていきたいと思います。というわけで、ファイスピでね、今日やっていこうと思います。アイスピでずっとやってたんですけど、またデリバリーにしたりで、今ね、アイスピで上がってる人もいるし、ファイスピで上がってる人もいる。で、どっちもいる感じで、ファイスピちょっとあんまやってなかったので、今日ファイスピでやっていこうかなと思います。で、今日プチテーマは、なしでいきたいと思います。今日、プレイしてみて、ああいうとこダメだったな、ああいうとこちょっと足りなかったっていうのは、まあ、次回のね、テーマに、できたらなと思います。というわけで、今ね、77です。で、もうすぐでね、まあ、今季最多で8000ちょっといきたいね、というわけで、やっていきます。それでね、今ドリル、ゴブドリ、ここ3連チャンで当たったりしたんですけど、もうめっちゃ流行ってます。ゴブドリ、マジで流行ってるから、ゴブドリ、きついんです。めっちゃきついです。めっちゃきついんだけど、勝てないこともないよねって感じなので、ちょっとゴブドリ、今日しっかりね、勝ちたいよねっていう目標もまあ、軽くね、立てつつやっていきます。さあ、よろしく。絶対ね、今日この動画で1回はゴブドリ来ると思います。来ないわけがないですね。本当にめちゃくちゃマッチングします。さあ、ウッドで削りつつ、バルキリー、初手からバルキリー咲くのはレアですけどね。まあ、ミラー対決もあるし、まあ、ドリルの可能性もあるし、まあ、全然違うデッキの可能性もあると。さあ、バルキリー、一応咲いちゃうか。あ、ウォールブレイカー。これ、さては、あれですね。来ました。しょっぱなから、ゴブドリだと思います。で、ファイスピがね、まあ、ゴブドリには優秀って感じかな。これちょっとホグで受けます。あ、ファイスピでもよかったですね。まあ、ウッドでもいいか。うん。来ました。あ、で、スケルトン部隊だ。いや、これちょっと勝ちやすいですね。スケルトン部隊とスケのバージョンがあって、このスケルトン部隊だと、やっぱ回転がちょっとね、遅いんですよ、相手。スケで回るのがスケルトン部隊になってるので、まあ、その分やっぱ回転遅い、かつ、まあ、クエイクとかウッドでね、対処しやすいっていうのがありますので、これはちょっと勝ってはいきたいが、まあ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 、そんなこと言っててもね、全然勝てないのがね、僕なんでね。これも早めに出したらいいです。基本的に前しか来ない。前しか来ないはずなんですけど、いや、このね、このファイブをえぐいんですよね。ドリル入るし、ホグ飛ばして相手攻めファイブまで打ってるからな、結構コストないはずなんですよ。さあ、まあ、逆サイドでもよかったけど、いや、オッケーオッケーオッケー。で、まあスケルトン部隊ともう一発欲しいな。まあ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 、これは悪くないですね。で、ロケ砲で回収。いや、いけるぞ、勝ちてえな。まあ、これキング起動されるの痛いんですよね、マジ痛い。ロケ砲、まあ、3コスにしてはね、ああ、これ相手ミスってる、ラッキーですね。めっちゃ強いんですよ。まあ、エリゴレみたいな感覚ですね。めっちゃ強いけど、キング起動されるっていう、まあ、リスクがあるので、まあ、キング起動しないね、されてもいいようなロイとかにはめっちゃ強いですけど、みたいな。よいしょ。さあ、ファイスピとウッドで、これゴリゴリに行ってもいい気するな。インフェだ。いや、インフェなの、なんならでかいかもね。インフェだと、次のインフェが回んなかったりとか、僕のサイクルがね、ちょっと早いので。これも攻めてもいい気がするな。これインフェ絶対回んないっす。あ、ホグ！お、マジで！お、ホグ！いや、ホグ、あれよくあるんすよね。帰ってきちゃうんですよ、この子。いや、でも一発入るの強っ。今ので一発入るのはね、でかすぎる、さすがに。ちょっともうね、こういうのでいい。で、インフェ来るけど、バルキリーがちょっとでもね、振れば、カマ振れば、通るぞ。いや、ロケ砲が、なんかロケ砲反対行っちゃったな。攻めると、ちょっとやりすぎ、気持ちやりすぎですけど、次絶対オールブレイカーゴブドリなんで、テスラ置けば大丈夫です。いや、絶対大丈夫、絶対大丈夫。オッケー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 。さあ、ちょっと。まあ、インフェ、ウッド削り、このボンバーのダメージがちょっと入るだけでも痛いですからね、僕。いや、ちょっと怖くなってくるよな。マジ、この辺から怖くなってくるんだよな。さあ、ウォールブレイカー追加。ウッドしっかりして、オッケーオッケーオッケー。いや、あるぞ、あるぞ、あるぞ。で、インフェか。まあ、クエイク削りでもいいけど、ぶっちゃけ。インフェ置いてこい。インフェ置いてこない。俺のホグのタイミングちょっと待ってますね。まあまあまあ。無理することもないよね、俺。で、しっかり置いて、
警戒してウッドもしてあげて、やばい待って待って、やばいやばい、入ってる入ってる入ってる。いやでも、いやここ次俺が完封すればいい話、完封しろ完封しろ、気合で、よしよし気合、よいしょ、耐えた耐えた、お願い、クエ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 ク、本当にマジで、なんか来んな、飛んでくんな飛んでくんな飛んでくんな、よし。あーもうマジでドリルファイボがやばいんですよね。ドリルファイボされると一発ゴブリンが本当にほぼ確で入るから、あのダメージをどれだけ防げるかっていうのが大事になってくるよね。さあ、まあ、なので最近だとね、もともとバルキリーの枠のデッキがダークプリンスになったりしてるのもあります。ダークプリはね、ファイボ打たれてもやっぱノックバックしないんですよ、まあ、だから、まあゴブドリファイボのメタというか結構対策にはね結構使われてます。今回のやつはコウモリ、コウモリもレアだな、コウモリギャングメガナイト系か、なんかメガナイトプリンス、名前的にも多分そんな気がしましたね。さあメガナイトプリンスの、あ全然違った名前的にも全然違ったか、ゴブジャイでしたね、ゴブジャイ PP だ。さあまあスケとファイスピーでしっかりプリンス受け、あとはコウモリ処理とかやってければまあまあまあそこそこには戦えそうですね。相性も悪くはなさそうではある。まあプリンス厄介ですね、僕はカウンターが怖い、小物いっぱい、まあまあまあ悪くはなさそうで、多分このロケ砲にはファイボかな、そうですよね、もうバルダクプリとかの受けがシンプルにねめんどくさい。でここにバルキリを使ってしまうとなんか僕はちっこいのしかなくてみたいな、いや怖いではある。でも小物かプリンスしかいないから、これ小物しかいないんですよ。いやー避けますよね、そんな気もした。でここで端前ゴブジェイか、うん危ない危ない、うん、いや耐えてほしい、いや耐えてほしい、いや耐えれる耐えれる耐えれる、オッケーオッケー、いやいいよ。あのクエイクもしかしたら序盤だから攻めすぎな気もするけど、やりゴブかギャングの2択だったんですよ。まあ、ワンチャン防衛ファイボも回ってないかな。まあいいですね。今のでもワンチャンなんか怖かったっすよね。ワンパンされてもおかしくはない。そう、攻めクエイク3コス打ったから。どうなんだろうな。確実にダメージ稼げそうな時に稼いどった方がいい気もするんですけどね。うん。さあ、あの小物後ろも厄介っすね。なんかやりゴブってそこそこに強いですよね。なんかさあ1周目置いて、さあ2周目で両サイド来ますね俺の相手は。これ怖いな、怖すぎる怖すぎる、やべ待ってミスった、いやミスったけどなんかミスったのが逆にいい感じになったみたいな。よしよしよし、しっかり釣ってあげて、一応ウッドするか、いやー壊れてやりこぶに当てたかったな。これ左攻めたいんだけど、左だとやっぱケツプリンスとかと被るんですよ。相手も保護を警戒してるわけですから、まあ、こうなってきたら逆サイドもね俺攻めなきゃいけないよねって、これ結構美味しい流れだと思うけど。でまあ、プリンス、うん、延命できないか、なんか調子乗ったっすね。さあそうそう、で右下こっちファイブ打たれてもいいから、こっちにできるだけユニット出していきたいね。で相手もこれ変えてくんのかな、サイドもしかしたら。あそうですね、僕は右側にユニット展開してるから右がホグ来るんじゃねっていう警戒をずっとしてますね。これめっちゃいい、勝った。あバルキリ違う違う、バルキリはどこ行ってんだ、やべ勝ったとか言ったらやばい、ワンチャン負ける、マジで負けそう。俺勝ったって言った時大抵負けるんだよな、マジ本当に本当に本当にバカ。いやでも美味しい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 、これも餌餌餌ホグ行って、これウッドも絶対いいウッドになる。
と信じて。一発でかい。クエイク打っとけんね。オッケーオッケーオッケー。いやー、ちょっと怖いですけど、まあまあ、後半になればなるほど、逆にうちのロケ砲とかテスラが溜まってね、よかったです。ナイスホレイ！グッドゲーム。いや、でかいね。これ今季最多来たかもしれない。いや、マジで熱い。さあ、よろしく。なんだろうね。うわー、ドリルっぽいね。もう、スケの時点で高回転ドリル。え、高回転ドリルっぽい。いや、違う。あい、これ。26苦手なんですよね、僕意外と。なんか、大砲が3コストで回るのがね、早すぎんっていう。よいしょ。まあ、ホグクエイクを打てば、てかバルキリーホグクエイクができればダメージ入るんですけど、回転が早すぎてマスケが嫌ですよね。さあ、ガチたいね。だからロケ砲多分あんま出さなくていいんじゃないですかね。ロケ砲が腐るイメージがある。おお、ファイボースケで防衛。なるほどね。そういうパターンもあると。これアイゴレマスケとかで壊しますよね。いや、そうですよね。いや、まあまあ別にそれならいいみたいな。で、ここ絶対大砲なんですけど、大砲の位置をね、逆サイドとかにたまに。よし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 。いや、これでかい。これめっちゃいいぞ。防衛5か。2、3、4の5の、あ、もう一発。いやー、5もなんなら入ってなかったかもしれない。いや、でかい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 、マジででかい。これちょっとアイゴレのダメージ地味に痛いんですよ。これ知ってます？パフ。いやー、パフ痛え。バルキリーホグがマジで強いですね。まあ相手のマスケが僕嫌ですけどね。あれ、これ諦めた。まあそんな、さすがにそんな秒で諦めるわけねえよなっていう。マスキーいるとか関係ない。マスキーいるからホグいっちゃうみたいな。いや、おいしい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 。相手ちょっと沼ってるぞ今。相手沼ってるぞちょっと。いや、めっちゃいるんだけど、なんか。めっちゃいるんだけど。怖い怖い怖い。怖えー！これ来るぞ。回転早いぞ相手。アイグルホグ。まあ、ここは範囲でね。範囲でしばき倒せ、お前ら。んにゅっ！でかい。ああ、はい、ぶった。お疲れ様でした。グッドゲームです。さよなら。ありがとうございました。バイバイ！よっしゃ。オッケーオッケーオッケー。いやー、これはもう相手もにっこりですね。ほんとに。今日にっこりする相手が多いですね。非常に。気分がいいですね。よろしく。いやー、この人、クエコグだった気がする。エリババボンバーのを使ってたんだけど、最近はわかんないな。クエイコーグ対決だと思う。うい。うん。サスケファイスピ一緒か？あー、ホグじゃねえんじゃねえもん。いや、わからん。ボンバーのホグでもあった気がする。けど、もう今んとこね、ドリルくんですね。あなたはドリルです。よいしょ。さあ、絶対前に来るんで。いや、いて、これで一発入るのマジで疑惑。さあ、ちょっとハイスピでも削りながら。ホグ飛ばしてえな。よいしょ。テスラ回る？いや、OKOK。クイック打つ。一発でかい。これマジで絶対ドリル前なんですよ。で、後ろとかに飛んできたときに、ゴブリンが出るまでのなんか距離があるから、後からスケとかハイスピとかで守れるんですよね。だからもう前だけ逆に先出しで受けちゃえば、後からは後からカバーできるっていうコストがあるというか、これ1コストのカバーがあるデッキならね。これ、いや、そうっすよね。来るっすよね。オッケーオッケー。危ない危ない。これでもテスラ回んないんじゃね。回ってる。
さあ、この端前のね、嫌ですね、これ。そう、こういうのは後からカバーできるんですよ、こうやって。いや、これホグ飛ばして、ゴーストがね、手札にもね、ホグ飛ばして、まあ、相手も、ほどほどに回転早いですからね、これ。さあ、テスラ最強。お互いテスラが最強ですね。端前受ける。一応ファイボ警戒のファイスピ。持ってねえ、これ端前でよかったかな。でもファイボ来た時よーって考えたら悪くないですよね。ちょっと余裕があるんでね。コストに余裕があるので。低めかな。いや、高めだった余裕で。余裕で高めに置いてきたけど、そしたら俺のテスラが、いや、もうちょっと働いてほしかったな。いや、いて。いや、ロケオンナイス。普通にさっき高めに置いてきましたね。まあ、クエイク削りでいい気がしたな。シンプル。うん。このボンバーいて、いや入らない、これ回んない読み、回んないでほしい願望。ファイボか、オッケーオッケーオッケー。いや、いいスケも溶かして、もう一発欲しい、殴る。いや、でかいでかいでかい、マジででかい。ドリルドリルして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 、バルキリー間に合わない、間に合う、いや、でかいでかいでかい、後ろ、そこでこのね、後ろはマジででかい。いや、でけー。で、今テスラがあるでしょ、落ち着け。マジドリル、こっから負けられるぐらい強いからな。マジで。こっから負けられるんだよな、ドリルの時。テスラ置いて、ぶっちゃけクエイク削りでもいい。しっかりね。あのテスラあるからな、ホグ飛ばしたいんだけどな。テスラ起きにくくね、ホグ入るんじゃね、たまたま。でかいでかいでかい。入る入る入る。入る入る入らん。入らんか。いや、でもここのホグ。おい、よく振った。ナイス。ナイス。で、あとクエクッと3周ぐらいかな。まあ、これは耐えれそうだけどな。前出して、後ろに来たのは後でカバーできる。よしよし。オッケー。いや、バルキリーよく振ってるな。ナイス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 。相手のファイブが、なんかワンテンポちょっと遅めですね。あれ、早いと、ノックバックゴブリンのダメージがエグくなっちゃう。これですね。ウッドでカバーします、最後。オッケー、クエク。オッケーオッケーオッケー、でけえ。マジ、ドリル、きついんですけど、矢の飴には多分勝てますね。ウッドだと、ホグのダメージが多分、より通んないって感じかな。なんか、そんな気がするな。さあ、よろしく。あ、ピュアさん。この人、ゴレだった気がするな。まあ、ホグ飛ばすよね。で、トルネでキング起動かな。あ、トルネがねかったんだ。いや、でかい。でかいのか。どうなのやろ。いや、ファイスピ火力高いね。行っていい気がしたな、ロケ砲残ってるし。どうせ緊急起動されるならって。いやー、まあまあまあ、いいか。どうせいつかされる。どうせいつか緊急起動されるんや。地味にね、ダメージカバーしていきます。でもこれ、マジで勝てないんだよな。こっからっすね。ロケット方針無限とテスラを2周回すこと意識なんですけど、問題はね、俺の攻めをどうやって通そうかっていうところになってくるんですよね。おー、なかなかゴレ出してこないですね。すげえ耐えてきますね。レアだな。これも行くしかないですよね、それ。もういっぱいゴリゴリね。もう防衛ライターとか使われたら使われたでいいと思うんだよな。これスケで延命できたかな、今の。いやー、これ、やだな。もう、ここで、これ来そう。ケツゴレ。エリアードがやばい。
いや、もう一回ホグ飛ばしたいけどな。ファイスピー。ホグいっちゃおう。いや、いいんじゃない？いや、流れはなんか、落ちた？取れねえか。落ちるわけねえか。何言ってんだよっていうね、俺、落ちたってそんなわけあるかって。やばい、テスラずれた。こういうのがマジで下手。俺。でもこのバルキリーいらないんだよな。よく考えたときに。そうなんですよね。このバルキリーが下手。で、テスラはもう一個置きたい、俺。いや、ワンチャン？いや、どうなんだ、なんか、不器用っすよね。ちょっとこの、対ゴレに対しての、俺のこの防衛が。いや、マジ、ゴレだけね、異常に防衛が苦手なんですよね。で、攻め取るね。で、意外と、ワンチャン？ロケホ、ロケホの奇跡。いや、ロケホの奇跡。いや、ロケホの奇跡、マジである。やばい。でもこれ絶対タルババで行かれるから、早めに飛ばしてあげよう。トレン使った、もう一発。うわ、入った。いや、あるある。クエイク行っとけないよ。お、来た。待って、クエイク行っとけないなんだけど、ワンちゃんが来い、ワンちゃん来い。うわ、来た来た来た。いや、でかい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 。このピュアさんだって結構うまいっすよ。結構うまいゴレ使いです。僕一回、エグアド捉えてましたね。8アドは持ったけどね。鬼アド捉えてた。あれ、よく耐えたという感がでかかったっすね。いやー、まあまあ、なんか、複雑な気持ちですけどね。鬼ぐっちゃぐちゃになってたけど、俺。まあ、勝てたのはでかいね、マジで。はい、というわけで、いや、結構勝てましたね。いや、いいね。ファイスピ型あんま使ったことなかったんですけど、多分ゴブドリに対してね、勝ちやすいというか、アイスピだと逆にほぼ勝てないぐらいきつかったのが、ファイスピなことによって結構なんか戦いやすかったイメージはね、ありましたね。なので皆さんぜひこう、アイスピでね、やってる方もファイスピとか、いろいろこう、デリバリーとかのね、いろんな方もあるので、ちょっと試してみてください。というわけで、ちょっと反戦場でホグでね、駆け抜けたいと思います。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。